関越更新も終わって、次に行われる模擬戦の準備が整うまでの場を繋ぐため、バイク部隊によるバイクドリルが行われます。BGM が仮面ライダー、しかも、古いの。なんすかねえ。これを流すのが基本なんですかねえ。自衛隊の敵は、ショッカーではないと思うぞー。もっと具体的な何かのはずだー。画面から出て行き上がりました。でも、カメラを動かすのが面倒くさいんで、そのままです。こういうのって、練習中にぶつかったりしないんでしょうかねー。
乗りながら射撃って、そりゃ機能の高いことをやってるとは思うのですが、反撃するぐらいならアクセル化してとっとと逃げろよとは思わなくもないのですが、まあそんなことを思ったら負けなんですかね。
バイクドリルも終わり、次はいよいよ模擬センター。